ここが違うんですね。そうですね、質感が違いますね。はいはいはい。とシートの色、あとこういうところは一緒ですか、あのステッチの関係ですか。ステッチも同じ で、はい、この模様も変わらず、変わらず模様ついてます、はいはいはい、で色が違うぐらいになっちゃう、ね、そうですね。あとこちらのハンドルについてるボタンも、あの安全装備だったり、はいはいはい、ナビに伴ってこうついてるものなので、はいはいはい、結構簡易的に変わってます。これが RC の照明ですね。カーナビがついてない部分のくぼみですね。そしてこれがキー、これがね RZ とか RZ パフォーマンスのリモコンキーです。こっちが RC のサスホのキーね。ドアの内張りね、ここが樹脂を植毛してあるものではなくてクロスになってますね。当然安全パッケージがついてないので、ルームランプのとこにあるエマージェンシーボタンがねないです。 RZ ハイパフォーマンスと同じインタークーラーのね冷却スプレーを選択すると、当然このタンクもついてきます。ホイールの18インチパッケージを選択すると、ブレーキキャリパーも RZ と同じね台形のがやはりついてくるそうですね。これがねちょっと衝撃的だったんですけども、 RC とあと RZ の巣の方ね、デフにねLSD が入ってなくてオープンデフですよね。純正のパーツでね GR 機械式 LSD っていうのがありましたよね。私もねこれつけてもらおうと思ってたんですけどもね、なんとこれ工賃付きで596,200円です。びっくり、こんなにするの。部品だけね、部品だけで約40万ぐらいするそうです。で取り付け工賃が22時間取り付けにかかって、約20万取り付け工賃がかかってしまって、計だいたい60万かかるそうです。こんなにすんの。このサインは何なんですか。これこちらは勝田のりふこ選手と、小原井選手のサインで、なんでそんなのついてるんですか。これはあの YouTube 撮影を、まあ、はいはいはい、車両紹介で弊社がした、ここのディーラーさんで、あ、サーキット除去式で車の持ち込んで撮影をした時に、はいはいはい、ゲストとしてお招きして、その時に記念にいただいたものです。あ、そんな通りしかしないのでわからないんですけどすいません。あ、隣に乗られたんですか。乗らせていただきました、お二人とも。本当ですか、はい、この二人。いや、いいな、羨ましいな、約束ですね。はい、いいな、それ。あ、じゃあこれファーストエディションじゃないんですか、この車。あ、違うんです、はい、あ、ついてないもんね、森蔵さんのやつも。一応ファーストエディションでもあるなし選べるので。あ、そうなんですか。何ものもあります、あ、こっちこっち。あ、そっか、ここが。え、だってこれ色がなんかちょっとプラスチックっぽいじゃないですか。向こうはテカテカじゃないですか。はい、通常の、ファーストエディションでないものだと、うん、ハイパフォーマンスの方がこのピエノブラック塗装で、こちらが樹脂になる。あ、そうなんですか。ファーストエディションだとそれがまたマットブラックという塗装がつくので、じゃあ外観上はこっちも向こうもこういうパーツのところは同じ色になるんですね。そうですね。ファーストエディションだと、でもこれだと違うんです、ね。そういうことです。へえ。あ、ここがなんか市松模様というか。そうですね。こちらはツインのブレードで同じように RC も入っております。あ、そうなんですか。はい、あ、向こうも？はい、そうですね。へえ。あ、本当だ。本当だ。かっこいいな。わあ、初試乗。嬉しい。これラウンドしててかっこいいですよね、内装も。そうですね、普通のエリスもなんですけど、ちょっとコックピットみたいな。ですもんね、ちっちゃいし。あ、ここなんか天地がすごい低いんですね。そうですね、これどうやって下に下ろすんですか。今こちらが一番下の状態に多分、もともとちょっとポジションがヤリスは高いので。あ、そうなんですか。そうですね、はいはいはい。こちらのレバーであのマイクオフかを選べていいという形。取りました。あ、ありがとう。
レーキもこれ結構タッチ硬いよね。タッチが硬いっていうかね、なんていうんですかね、ちょっと踏んだだけで効き始める、ギューッは効かないけど、ちょっと踏んだだけでも硬い抵抗があるっていうかね、面白い。あ、なんかね、スポーツカーっぽいね。多分速いんだろうな。あー、でも僕普段ね、あの、あれってか、さっきここまで来たのが、ね、自分のスープラできちゃったので、アクセル踏んだ時の反応がダンチだね。やっぱそれはしょうがないよね。うん、だって480馬力とね、270馬力比べちゃうと200馬力の差があるからね、やっぱりね、そこはしゃあない。あ、スポーツになった。しまった、スポーツにしときゃよかった。しまった、今更スポーツに。あーん、チクショーン。あーん、これも押しときゃよかった。しまった、これも押しとけばよかった。しまった、 IMT を押すのはもうほぼもう終わりなのに、しまった。何の音だ。焦った、エンジンかからんくなっちゃったな。焦った。よくわかんない。渋滞だったんでよくわかんない。これが使ってみたかったんですけど、 IMT っていうのが、ちょっと排気音って聞かせてもらっていいですか。ちょっと聞かせてもらっていい、はい、大丈夫です。後ろで行きましょうか。よいしょ、すいません、じゃあちょっと吹かせてもらっていいですか。お願いします。私オートマ会場やってるし、うん、コードの外したのもなくて、あー、じゃあこの状態そのままアクセル、うん、そうですよね、今。これってこのままエンジン切って、ごめんなさい、こんなこと。多分いいと思います。いいですか。うん。これって綺麗なお姉さん撮っちゃった。お見苦しい。いや綺麗なんです。今ギア入ってるんですか。うん、ニュートラルです。はいはい。すいません。すごい。あっちも同じマフラーなんですよね。あ、マフラーは同じで。一緒ですよね。はいはい。え、どう、あっちってひょっとしてファーストエディション？いや、どちらもファーストエディションではないです。ああ、そうなんですか。はい、こっちの方がいかがツヤツヤになってるんですか？あちらの方がツヤツヤで、こちらがちょっと待って。あ、そうなんですか。テカってるような気がしたんですけど、あれ、そっか。もしかしてファーストエディションですか？すいません。だってマットブラックってね、ファーストエディションですか。